さあ、これは普通の醤油のおにぎりに見えるでしょうが、コーヒーおにぎりです。長崎県大村湾パーキングエリアにて購入いたしました。さあ、早速食べてみましょう。うん、あ、なんかちょっと苦味があってまずくはないですね。ただ香り、こう開けた瞬間にコーヒーの香りがするのがなんかとても奇妙な感じで、ただそれが味にちょっとした苦味として生きているものの、そんなに影響を与えてないという感じでしょうか。